どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日は ANA マイルを貯める集中講座第8弾ということで、 T ポイントもね ANA マイルに 0.81% で交換可能になりましたということで、こちらをね紹介していきたいと思います。実際にね交換に必要なクレジットカードも紹介しておき、いきますので参考に、ね、していただけたらなと思います。この動画では新ルートである T ポイント ANA マイルに 0.81% の交換率で交換するルートを解説していきます。 T ポイント ANA マイルに直接交換は NG、 T ポイント ANA マイルに 0.81% で交換するのに必要なクレジットカード、最終的に最後はポイントの交換ルートのおさらいということでやっていきたいと思います。私はですねチャックバスと言います。で、私はリクマイラー3年目、実際にはですね、1年目活動していませんでしたので、実質2年目ということになりますかね。現在14万6千マイルほど所有しておりまして、先日7千マイルほど入ったんですけども、片道の特典航空券発行したんで、まあ14万7千マイルぐらいですかね、保有しております。動画にもしておりますけども、昨年 SFC 修行をした関係で保有マイルを全て使い果たしてしまいましたので、今はこのぐらいとなっております。ポイントサイトのポイントを全部 ANA マイルにすると、だいたい30から35万マイルぐらいは保有しているかなというところでございます。それではいきます。今回の一番最初は、直接交換は NG ということなんですけども、 T ポイントをね直接交換 ANA マイルにすると5000マイルにしかなりません。 T ポイント1万ポイント交換した場合ですね、まあこちらは、ほとんどの方知ってるかな。まあ、ANA マイルを貯めようという方は一度ぐらい調べたことあるかと思うんですけども、直接交換すると ANA マイルに1万 T ポイントを交換すると5000マイルにしかならないですね。まあ、要は半額ですよね、になってしまうということですね。で、その代わりですね、交換日数はすごい早いんですよね。本当に1週間、私がやった感じだと1週間もかからなかった覚えがありますので、強みとしてはここなんですよね。あと数千マイルで特典航空券に手が届きそう、もう予約したいっていう時に、あ、ちょっとマイルが足りないっていう時にね、 T ポイントをある程度持っている方は、このルートでね交換すると1週間足らずで ANA マイルに、ね、加算されますので、そういう意味ではとても、速さという意味ではね本当にいいです。私も、この新ルートが開発される前はですね、 ANA マイルに何度か T ポイント交換しておT ポイントから交換しておりますので、速さというのは本当にいいですね。で、次です。 T ポイントを 0.81% のパーセンテージで交換するのに必要なクレジットカード、それはこれです。まあ、この画像を見ていただければ分かると思うんですけども、 JQ カード、セゾンですねのクレジットカードです。まあ、セゾンがおすすめですが他でも大丈夫です。JQ カードであれば基本的に利用することができます。で、何が利用できるかというと、こちらもですねこの JQ カードが運営しているポイントサイトなんですね。それで T ポイントからこの JQ カードの運営しているポイントサイトに移行するという形ですね。で、年会費は、初年度が無料、2年目以降は1回でも 利用すれば無料となります。このクレジットカードがあると T ポイントから ANA マイルの交換率が 0.81% にアップします。今までですね、私2年間、実際2年間リクマイルやってきましたけども、 T ポイントってずっと半額だったんですね。ですので本当にこの新ルートは本当にありがたいですよね。私自身も今まで、ソフトバンクユーザーで今 Y モバイルユーザーなんですけども、基本 Yahoo ショッピングを利用することが多くてですね、本当に T ポイントって本当に結構溜まってる時は3万とか4万とかも溜まってたんで、このルートがねまさか開通するとは思ってなかったので、もう使っちゃったんですけど T ポイント自体は、いやーもうちょっと早く
開通してほしかったなっていうのは個人的な意見ですね。で最後に、ANA マイルへのルートのおさらいです。左上から T ポイント1万 T ポイントを JR 9ポイントに交換します。でそうすると 100% で G ポイントに交換できます。で、G ポイントから LINE ポイントに交換します。でこの実質 100% っていうのはですね、 G ポイントは基本的に LINE ポイントに交換する場合、手数料がね取られるんですよね。ですが G ポイントで普段、ショッピングでもいいですし、まあ、会員登録等々の利用をしているとですね、手数料戻ってきますので、まあ私なんかはその手数料をねできるだけ払いたくないので、少額決済のヤフーショッピングなどね利用する際は G ポイントをね経由して、ネットショッピングなどをして実質 100% 維持してるっていう感じですかね。まあその対象案件みたいなのも G ポイントの方に出ておりますので、まあそちらをね見て、まあこれだったら利用しやすいかなっていうのを見ていただけたらなと思います。ごめんなさいちょっと思いますけども、この JR キューボの、JQ カードですね、こちらがないと、G ポイントへの交換ができませんので、こちらJQ カード、国際ブランド等は特に縛りはないんですけども必須となりますので覚えておいてください。で、LINE ポイントに1万ポイント、そこから 90% で東京メトロポイントになります。まあ、東京メトロポイントは、まあ、一番最初のね、ANA マイルを18万マイル貯める動画で紹介している通り、ANA カード、空地下カードという、東京メトロと ANA がね、共同でやっているJCB が発行しているクレジットカードが確実に必須となりますので、このルートだと、JQ カードと ANA 空地下カードが絶対に必要になります。で最終的に東京メトロから 90% で ANA マイルになるということで、最終的に T ポイントから ANA マイルまでが 0.81% で8100ANA マイルに交換できるということになります。まとめです。まあ、新ルートを利用すれば T ポイントも ANA 0.81% で ANA マイルに交換することが可能です。直接交換だと日数は1週間程度という、少ない期間で済むんですけども、50% となってしまいます。まあ、それが新ルートだと、やはりですね、空地下ラインルートで交換する関係でやはりこちらも2ヶ月ぐらいかかります。ですので、まあ2ヶ月ぐらいかかるけども 0.81% となっておりますので、まあね基本的には 0.81% でね、利用されていくのが一番いいんじゃないかなと思いますけども、まあ急遽ね特典航空券まで ANA マイルがちょっと足りないっていう時に、上のね直接交換すると、すぐにね1週間程度で交換完了しますので、まあその時々でね、使い分けてもいいかなと思います。まあ、今回の動画は、T ポイントから ANA マイルまで 0.81% で交換可能ということで動画を撮らせていただきました。まあ、今回の動画が役に立っている方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。